トチコです。今日はキュウリの切り方をいろいろとなんやかんややってみようと思います。まあ3本だから3種類。まずは私の母親がいつも切ってた切り方が、まずヘタを落として、上のこういいところはちょっと皮むくんだよね。で斜め切りな右半にしてようか。で斜め切りね、斜め切りのこの5ミリぐらいの厚さの斜め切りを私の母親はよくやっとりましたね。でこれをなんだゆかりあえにする、漬物にするっていうのを、まあ、よくやってました。で私が結局大人になってからこの斜め切りはあんまりせず、縦半分にしてからの斜め切りな。でこれもどうだ、薄く切ることのが多いかな。そうだな、千切りがめんどくさくって、千切りの代わりにこれで済ましてしまうことが多いので、私の切り方としては一番多いのがこの縦半分に切ってからの斜め薄切りが多いですな。あとはスライサーでね、薄くスライスして塩もみしてで使うことが多いもんね。最初の頃一番多くやったのは千切りな。キュウリの千切りってどうやってやるか分かんなかったんだよね。なので千切りは1本使ってやってみようか。斜め半分薄切りにして、僕ねバンバンジーが好きでね、バンバンジーをよく作るのにさ、これをよくやってやるけどね。まあバンバンジーじゃなくても和え物とかにねするのに、この切り方はまあよくやってましたね。斜めにしてこうね広げてね、で端から感じでキュウリの千切りができました。まあ、ごま油と塩で和えてね、食べれば美味しいと思います。あとさ、使い方が分かんないからね、やったことがないんだけど、蛇腹切りな。蛇腹切りをさ、どういう時に使っていいか分かんないから、やったことがないので、とりあえずやってみようと思います。まあ味をね、含ませるのに考えられた切り方だと思うんだけどさ、だからなんだピクルスみたいな漬け系のなんかね、こう斜めにさちょっとずつ曲がってるキュウリだからちょっとやりづらいけど、まっすぐなキュウリだったらねやりやすいんじゃないでしょうか。まあ、半分ぐらいまでいっても、まあ、私が教わったのは母親にね一応教わりはしたんだよ。別に母親は料理家とかそういうわけじゃないんだけど、母親が料理してる姿を見てるのが楽しくて見てたんだね。でその時にこういうね蛇腹切りっていうのがあるよっていっぱい教えてくれたことがあって、でこう回してね、でまた表面そんなね深く入れないんだよ。表面のさあの丸まってるところにこう筋を入れていく感じ、だからぐにゃぐにゃに曲がったりとかはしないんだけど、味が含みやすくなるよっていうことでな、こういう不思議な切り方があるよって教えてくれたわけ。
だから45度っていうの90度、90度回してよいしょ、で、ここかな、あんまり深く入れないからね、なんか切りすぎるみたいなことはないんだよね。はい、とりあえず一周した感じ、ちょっと曲がるかな。で、だからそっか、まっすぐじゃない距離をこうしてね、まっすぐにするっていう手があるかもな。これをどうする、何作ったらいいのこれ。じゃあぶつ切りにしますか。1.5 センチぐらいのぶつ切りにして、ひとまずこんな感じで切れました。はい、じゃあこの蛇腹きゅうりどうしていいかわかんないから、醤油とごま油で和えます。醤油大さじ1、ごま油大さじ1、やっぱ砂糖ちょっと入れようかな、小さじ1/2。これでちょっと置いとこうかな。さてと20分ぐらいつけといたけども、はい、ではいただいてみようと思います。いただきます。でっかいチューンだから、もうちょっとちっちゃく切った方がいいかもな。乱切りにすればよかったな。おいしい。やっぱりぶつ切りのままね、上でつけるよりはこの蛇腹切りにした方のが味がやっぱり染みる感じがするね。なのでぶつ切りでどうしても料理したいっていう場合にはこの蛇腹切りをしたらいいのかもしれない。ご参考になりましたら幸いでございます。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイなら。